皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今回は少し物議を醸しているニュースについて深掘りしていきたいと思います。題して、外国人客への接客態度は話題の黒角や3円上後の謝罪とその影響。まずニュースの内容から見ていきましょう。ある大衆酒場店主が外国人客への接客についてツイートし、大きな反響を呼んだというのです。日本語がわからないと対応できない。と伝え、英語メニューの思う問われてもない。と日本語で返答。その上で、日本では日本語を喋る努力 すべきだと議論を展開しましまたこの件について、私は複雑な感情を抱いています。理解しようとする心があれば、言葉の壁は乗り越えられることもある。しかし、天使のように、里に入れば里に従え、という考えも一理あります。特に日本のように、言語の壁が文化の理解と深く関わってくる場合はなおさらです。ただ、ここで忘れてはならないのはおもてなしの心です。訪れれるるる客皆ににししく心からののののおもてなをを提供すこことはは商売人基基本中の基本中具体的には言語の壁を越える工夫をする することも一つの手段です。例えば、使いやすクプログラムを使う簡単な英語メニューを準備するなど、小さな努力が大きな違いを生むこともあります。一方で、この問題には言語の問題より心の問題という視点も必要です。接客業は心からのサービスが求められる仕事、その態度は国内の客だけでなく国際的な評価にもつながるのです。いずれにせよ、店主はお詫びと休業のお知らせを出し、こうした波紋を受けて反省や最高の様子を見せることは評価できます。間違いを認め改善に向かうことはあらゆ ビジネスオーナーナにとって大切な姿勢最後に私たちがこのニュースから学ぶべきは単に言語問題ではなく多様性をどう受け入れ共存していくかという大きなテーマについて考える機会を得たことこれをきっかけに言語や文化の違いを超えた新しい価値を生み出し共に成長していける社会を目指しましょうそれでは今回はこの辺りで皆さんの豊かな議論をお期待していますモノモースでした次回もお楽しみに